コンティコー、ルイ・フランソワ一世、ルイ・フランソワ一世ドブルボンは、フランスブルボン長期の軍人、貴族、ルイ・アルマン二世の息子で、コンティコー、1741年に起きたオーストリア、継承戦争の際、ベルイル公配下の軍人として、ボヘミアに出陣、次に、イタリアへ、転戦、1744年の後2の戦いに、勝利し、ビリアフランカの強制通貨で名を挙げた。 1745年には、ドイツ、1746年には、オーストリア領ネーデルラントへ転戦する。しかし1747年、サクス元帥と不和になり、軍務を退いた。同年、当時のポーランドをアウグスト3世の病状が悪化しており、王政の空白期間ができることを危惧したポーランド、貴族たちから、ポーランド王になるよう要請された。立候補の際には、 ルイ15世の個人的支援を勝ち取ったが、フランスの大臣たちは、王大,大使妃、マリー・ジョゼフ・ド・サクスが、アウグスト3世の娘であることから、ザクセン家を支持した。ルイ15世は秘密裏に、個人的関係を使って、東ヨーロッパ諸国駐在の大使らに支持を与えたため、大臣と矛盾する支持を受け取った彼らは混乱したと、言われる。結局ルイ・フランソワは、ポーランド王に立候補せず、 ルイ15世の信任を保持し続けた。それも1755年に王の長期ポンパドゥール夫人の陰謀により終わりを告げた。1756年に起こった7年戦争に、最しては軍の指揮を拒んだ上、当時の政府行政へ反対の意を示した。1760年、そのポンパドゥール夫人と争ったロマネコンティの畑を手に入れた。 ルイ・フランソワは特に財務総監のチュルゴーを嫌って敵対行為を行い、チュルゴーが1775年にディジョンで起きた反乱を援助したのではないかと疑っていた。ルイ・フランソワは勇敢で有能な将軍であると同時に父から文学思考を受け継いでいた。彼がジャンジャックルソーのパトロンであったことが知られている。また、ルイ15世の指摘長は機関。 セクレドロアの初代の長であった。1732年、オルレアンコーフィリップ2世の末娘、ルイーズ・ディアーヌと結婚。長男ルイ・フランソワ・ジョゼフを設けるが、1736年に、妻は第二子出産後に急死した。ありがとうございます。